21分、アイルトンからのセンターリングを押し込んで来日初ゴールを披露すれば、さらに38分にもとても32歳とは思えない華麗な足技で2点目をゲットします。パレッカ効果で前半3対1、レイソルのリードで折り返しました。ところが後半に入ると日本代表3人を欠くサンフレッチェが J リーグの意地を見せます。3分にはチェルニーが豪快に決めて1点差、さらに18分には韓国代表ノ・ジュンユンのゴールでついに同点に追いつきます。両チームの助っ人外国人がスタジアムを沸かせました。こうなるとゲームはサンフレッチェのペースで展開していきます。3対3の同点で延長戦に入り、サドンデスの開始直後の2分、サンフレッチェはノ・ジュンユンがスルリと抜け出してさよならゴールと思いきやゴール左に外れます。一方のレイソルは6分、右サイドをえぐった途中出場の谷がそのまま持ち込んで、今度は正真正銘のさよならのゴール。 J リーグ入りを目指すレイソルが敵地でサンフレッチェを破りました。さすがカレッカ、予告通りの日本初ゴールを見せてくれました。前半29分には先制ゴール、43分にはチーム3点目となるゴッツァンゴールを挙げ、この日2ゴール、カレッカ効果が。後半同点に追いつかれても延長前半8分、柏レイソルがサンフレッチェを破りました。 J1 強し、やっぱりカレッカを J リーグで見たいですね。真壁さん、このカレッカなんですが、もう一度どこがすごいのか見てみたいと思います。どうぞ。ここなんですが、左からのフリーキックでこの1点なんですが、ここでですね、角度を変えてるんですよ。ちょこっとですね、ちょこっと、この速さがすごいんですよ。右足でちょこんと、それもアウトサイドといって、あの足の外側で、それもボールはかなり速いスピードで来てるところを、ポコーンとこう足首の柔らかさで角度を変えるところなんか、なかなかできないのね。できないですね。すごいですやっぱり、はい、これからもちょっと注目したいですね。はい、2敗してますんで、1回ぐらい勝っとかないと示しつかないんで、勝ちたいと思いますけど。でもお互いこう知り尽くした中で、そうですね、もう力は本当互角だと思うんですよ。だからまああとは気力だけだと思うんですけど。テレビ見てます。ありがとうございます。今日負けられませんね。頑張ります。結果は後からね、ついてくるからね、はい、勝つか負けるしかないんで、いい結果が出るように頑張ります。はい、因縁の対決にサポーターも試合前からオーバーヒート気味です。そして静かに燃えていたのはこのレイソルのカレッカ。今日が誕生日という長男のためにもゴールを約束ということで気合が入ってました。そのカレッカを抑えればと、対レイソル戦2連勝のベルマーレは松山に徹底マークを指示。開始からファール覚悟で激しいチェックをいたしますが、それでもレイソルは当然のようにカレッカにボールを集中させます。6分です。強烈なヘディングシュート、惜しくも千代さん左ですけどね。本当にあのジャンプ力、まあ、ポジショニングまずいいんですけどね、ジャンプ力があるし、ヘディングのこのしなやかさですよね。そうですね、本当鮮やかですね。叩きつけてるって感じですね、はい、本当にムチのようです。そしてこの後も執拗に当たってくる松山にカレッカとうとう激怒というシーンもありました。松山謝ってるんですけどね。10分にもアイルトンからカレッカへ、しかし今度もわずかにバーの上です。さらに29分には大倉からカレッカへ、これもキーパーに防がれるという、ああこれキーパーの方ですね、はい、しかしリーグ戦全く歯が立たなかったベルマーレに対して圧倒的に攻めまくります。そして34分、カレッカと大倉の鮮やかなワントゥー、これを大倉右隅に叩き込みます。レイソルが先制です。カレッカはですね、千葉さん、はい、ブラジルでもめったに見られないと自画自賛してたそうですが、うん、まあ鮮やかなゴールでありますよね。そうですね、あの大倉君やっぱりうまい走り込みしてますよね、パス出した後走って受けて、シュートもドンピシャのタイミングですね、はい、一方主力奈良橋を出場停止で欠いているとはいえ、いつもと勝手が違う焦るベルマーレ。前半終了間際の野口のシュートもキーパーに防がれます。さて後半も柏ペースでスタート。5分、アイルトンからのパスをまたも大倉、カレッカが一目見て素晴らしい選手だと絶賛したこの大倉のシュートで2対0とリードを広げます。ここはあのサポーターから近いですよね。そうですね、このスタジアムはね、リードがありますね。一方ベルマーレも29分、野口が倒されて PK のチャンスを得ます。これをミランジーニャ決めて2対1、1点差です。
さらに38分ミランジーニャの絶妙なスルーパスをベッチーニョがセンタリング。これに飛び込んだのは岩本。まさに J リーグへの執念、あっという間に試合は振り出しです。山田君はサイドバックなんですけどね、攻撃力のある選手で、そうですね、はい、キーパーもろともね入ってますが、はい、期待の選手ですよね、はい、柏はこの後サヨナラ男の谷を投入、そして残り1分谷のミドルシュート、しかし惜しくもポストを叩き、とうとう延長戦に突入です。そして迎えた延長の前半8分、大声援に乗ってレイソルがゴール前へ。カレッカがオーバーヘッドで折り返し、最後はまたまた大倉です。ハットトリックを決める、ゴールは劇的なサヨナラ、レイソルが宿敵ベルマーレを破って2勝目を挙げたゲームでした。それではインタビューです。向こうの方がね負けたら嫌だっていうのがあったと思うしね、まあ、僕らは1回しとにかく後がない柏レイソル。しかし地元のファンのその盛り上がりもすごかったですよ。そうですね、J リーグファーストステージの王者アントラーズに勝つにはカレカは欠かせない存在ですが、対するアントラーズジーコが今日も欠場。ジーコカレカの対決は見られませんが、代わりに前の試合出場停止だったアルシンドが戻りました。開始からレイソルは盛んにサイドをついてゴール前のカレカにボールを集めるんですが、アントラーズのディフェンスは当然のように厳しいマークで仕事をさせません。これに対してアントラーズは19分、ゴールキックのボールをサントスがヘディングで再び押し戻し、アルシンドへ。しかし、このシュートはキーパー大橋の守備範囲でした。さあ、そして前半の22分ですが、レイソルカレカのスーパープレーが飛び出します。まず右サイドでアイルトンがボールをカットして、粘りに粘ります。そして中央のカレカへ。ドンピシャリのタイミングでゴールに突き刺さり、レイソルが先制しました。金田さん、このゴールはすごかったですね。そうですね、打点も高いしすごかったですね。このヘディングはもう一度ご覧いただきます。まあ、アントラーズの選手も競りには行ってるんですがね、一つ頭上飛び出しているという感じです。ジャンプ力ありますね。彼かのスーパーゴール。そしてエンドが変わった後半5分、アントラーズが得意の速攻を見せます。長谷川、たまらずネルシーニョが足を引っ掛け、ペナルティーキックとなります。蹴るのはエースアルシンド。きっちり決めて1対1の同点に追いつきました。これでますますアントラーズの速攻が冴えを見せ、18分にはアルシンドがキーパーと1対1。レイソル絶対絶命のピンチをキーパー大橋、体を張ったスーパーセーブ。金田さん、このプレーいかがですか。いや、大橋君がね、ことごとくピンチを防いでたんで。そのすぐ後ですが、レイソルは澤田のセンタリングにカレカが再び頭で狙うんですが、バーの上を越えていきます。後半になると完全にアントラーズペースとなりましたが、負けられないという気持ちはアントラーズ以上に強いレイソル。幾度となく訪れたピンチもゴール寸前で食い止め、試合はこのまま延長戦に入ります。延長戦前半8分、アントラーズはカルロスのセンタリングにアルシンドがヘディングシュート。しかしボールはバーを直撃、頭を抱えます。後半14分、またもアルシンドに決定的なチャンスが訪れます。しかしアルシンドに今日はいつものキレが見られません。逆にレイソルは終了直前、キャプテン飯田がミドルシュートを放ちますが、キーパー古川の正面。試合はとうとう PK 戦までもつれ込みます。先行のアントラーズ1人目はサントス。信じられないほど大きく外します。対するレイソルの1人目はカレカ。こちらは難なく決めて大喜びのレイソルファン。この後1人ずつ外し、アントラーズ5人目はアルシンド。キーパー大橋執念のセーブ。レイソルが土俵際踏ん張り、念願のベスト4進出へ望みをつなげました。